テプ氏の誕生秘話、なぜこれほどまでに世界を魅了し続けるのか。ハロー、みんな、こっちにおいでよ。今日はただのソフトドリンクとは一線を画す、驚くべき物語を持つテプ氏の秘められた物語を深掘りしていくよ。テプ氏って言葉、きっと耳にしたことがあるよね。そう、あのコカ・コーラと肩を並べる世界的な飲料、ペプシのことだよ。この動画を最後まで見たら、ペプシを見る目がきっと変わるから、楽しみにしていてね。それでは、早速物語の世界に飛び込んでいこう。セクション1、始まりの時代。ペプシの物語を紐解く前に、まずは背景となる時代に触れてみよう。1898年、アメリカは産業革命により大きな変革の渦中にあった。まさにその激動の時代に、ノースカロライナ州のほのぼのとした町ニューバーンにて、一人の薬剤師ケイレブ・ブラッドハムが後に世界を設計することになる一つの飲み物を作り出したのだ。それが後にペプシコーラとして世界に名を馳せることになるのだけれどもね。セクション2、ペプシ誕生のきっかけ。ケイレブは薬局を訪れるお客さんに向けて、健康に良いと同時に美味しい飲み物を提供したいという強い願望を持っていたんだ。そして長い時間をかけ、何度もの失敗を重ねながらも、ついにペプシンという消化を助ける酵素とエネルギーを与えるコーラナッツを組み合わせた画期的な飲み物を開発したのだ。セクション3、ペプシという名前。はじめはブラッドズ、ドリンクとして市場に出されたこの飲み物は、1903年に大きな転機を迎え、ペプシ、コーラという新たな名前に変わる。この名前の変更が、長い歴史を持つブランド名のスタートラインとなったんだ。名前は消化酵素のペプシンに由来しており、健康を意識した商品としてのポジショニングを明確にしたんだ。セクション4、成長と挑戦。ペプシ、コーラが名前を変えた後、アメリカ国内での人気はじわじわと高まり始めた。しかし、成長の道のりは決して平坦ではなかった。1920年代の終わりにかけて、アメリカは大恐慌の時代を迎える。多くの企業が倒産し、ペプシもまた経済的な危機に直面した。だけどペプシはこの困難を乗り越えるために、革新的なマーケティング戦略を採用する。その一つがニッケルドリンクキャンペーンだった。他社の製品が10セントで売られている中、ペプシは5セントで2倍の量を提供し、消費者の心を掴んだんだ。セクション1、カルチャーとの融合。あ、ペプシはただの飲み物以上のものとして人々の生活に溶け込んでいった。特に音楽や映画、スポーツといったカルチャーとの強い結びつきを持っている。ペプシは多くの有名なアーティストやスポーツ選手とパートナーシップを結び、そのブランドイメージを若々しくダイナミックなものとして確立。例えばマイケル・ジャクソンやブリトニー・スピアーズといったスーパースターたちが登場する CM は世界中で話題となり、ペプシのアイコンとして多くの人々に愛され続けているんだ。セクション6、現代への進化。ペプシは時代とともに進化を続けてきた。今日、ペプシは単なるソフトドリンクのブランドではなく、健康志向の製品やサステナビリティを重視した取り組みを通じて新たな価値を提供し続けている。例えば糖分を控えめにした製品の開発やリサイクル可能なパッケージングの導入など、環境と健康に配慮した商品展開を推進しているんだ。エンディング。ペプシの物語は、ただの飲み物の歴史を超えて、アメリカの文化や世界中の多くの人々の生活に影響を与えてきた。ペプシコーラが生まれてから今日に至るまで、多くの挑戦と変革を経験しながらも、常に時代の先端を行くブランドとして成長を続けている。未来に向けても、ペプシは私たちに新たな驚きと喜びを提供し続けるだろう。皆さん、この旅はまだまだ続くよ。ペプシと共に、次の章へと進んでいこう。